澤田さんちょっと座っていただいてもよろしいでしょうか。でその間に一人じゃないのポスターも貼っていただきつつで、今澤田裕二さんのご紹介をさせていただきします。国と東京都の無形文化財に、指定されております、人形芝居、いわゆる人形浄瑠璃といわれるもの、を継承している団体でして、1635年の創設から、400年弱、正確に言うと384年目なんですが、主に、舞台での、アートパフォーマンスですね、ステージパフォーマンスを主に活動してきたんですが、ついこの間、3月20日に文化庁さんと、両主催という形で、やはり、特にこう2020年に向けて、日本の伝統文化だけでなく特に江戸東京の文化伝統文化というのは、これからまあ押し出していきたいという文化庁さんの、方針もありまして、私ども、江戸板屋釣人形結城座というのも、活動はしているんですが、従来の継承してきたやり方だけですと、人形ですので板屋釣人形って文楽より半分ぐらいの大きさで人形自体は60センチぐらいの小さなものなんですね。そうすると1回の舞台で見ていただけるのが200人ないし300人ぐらいが多いということで、まあ、今のやっぱり映像というものが明治以降入ってきてから舞台芸術特に人形浄瑠璃っていうのはちょっともう押し負けていたっていう状況があるんですけれど、従来の舞台を映像作品として発信するっていうことを先日3月20日に初めていたしまして、で、このような映画祭に出るとは全く思っていなかったんですが、たまたま増山さん加藤さんが、ここにパンフレットを入れさせていただいてるんですが、舞台をやった時のパンフレットですね、これちょっと誤植が入ってて江戸板屋釣り人形 in ニコファーレという六本木のニコファーレで、360度映像背景を作っていただいた中で伝統の人形浄瑠璃を演じるということを、いたしました。でこれが、ニコニコ生放送というのでも、上映されておりまして、で、従来先ほど申し上げました、従来の古典の人形芝居のやり方っていうのは1回のステージで300人ぐらいしか見られないものだったんですが、中継をすること、ネット生放送をすることで4万人ぐらい見ていただけたんですね。で、まあ、私どもはもうその成果だけで十分とは思っていたんですが、日本の伝統の舞台芸術を映像化した珍しい作品ということで、今回は、アムール映画祭の中の、日本の代表というのかな、ちょっといわゆる映画ではなくて舞台芸術の、映像配信版ですので、ちょっと気後れしているところはあるんですが、こういったことを機会に従来の舞台芸術にはとどまらない、国際発信というのが、日本の、伝統文化の国際発信というのがしていかれればいいなと思っております。
ちなみに、YouTube の有機座公式チャンネルというのがありまして、そこで無料公開、舞台まるまる無料公開しておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思っております。こんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして皆様、立石の金田瑠奈と申します。よろしくお願いいたします。お時間もないので、短めに、ご紹介させてください。私ですね、女性という性別ながら、立石刀を扱った、主にかっちりした時代劇というよりは、今流行りでありますアニメやゲームの実写ものの、2.5 と言われるものでしたりとか、ゲームのモーションアクターなどを務めております。で、一応私が主にヨーロッパの方のメディアの方で、ステージだったりパフォーマンスの演出や刀の振り付け時代劇を、海外公演などを主催で私が行っておりまして、で、増山さんがその私の演出の、ステージに、フランスとイギリスの作品に出ていただいて、そのご縁で今回このような形で映像を提出してみませんかというお誘いいただきまして、参加したご様子でございます。で、私も別にそんな映画ということで出演という作品が今すぐ出なかったので、今までのその立ち回りをされてる舞台の方の映像を今回はロシアの映画祭で、字幕をつけまして提出させていただきました。このような、私は現地は行けないのですけれども、今後とも皆様と何かご縁がありましたらご一緒できたらと思いますので、よろしくお願いいたします。大変失礼しています。モニターの問題がありまして、でもなんとか皆さんの動画を後で見ていただこうと思うので、じゃあ一人じゃないのチーム の会見の方をお願いします。皆さん一人じゃないのチームの皆さん前に出ていただいて、いろんなハプニングが、このどうさ、ペルサトチーム、はい、シゲルナナギルですね。喋って繋いどいた方がいいですか。そうですね、ちょっと動画を見れるのは後にするということで、ちょっと喋ってどんな内容かなどをお願いしてもいいですか。はい、すいません、ちょっと、ここに駆けつけるのが遅くなりましたが、映画一人じゃないの監督の金ヶ谷と言います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東北はですね、宮城県、登米市豊里町という、小さなのどかな空気のおいしいお米もおいしい、そういう町でロケをしました。で、なぜその土地でロケをしたかと言いますと、その町の人たちがですね、孤立孤独死を防ぐそういうプロジェクトを立ち上げて、活動をされてまして、その活動の一環で、映画を作りたいということでお声掛けいただきまして、大阪の私と、主演プロデューサーの稲森で、カメラマン、あそこいてますけども、倉田さんと、関西チームが宮城県に駆けつけ、かつ東京から小林涼子さん、女優の小林さんが宮城に、お越しいただきまして、去年の9月ロケをしまして、年明け今年の1月に、完成して、地元で完成披露をさせていただいたという感じでございます。はい、どうしてもテーマが孤立孤独と死ということで、ちょっと重たい内容のように
見受けられますけれども、どちらかというと明日につながる未来を感じる明るい気持ちに見終わった後になれる、そんな内容の作品に仕上げました。まあどうしてもその被災、東北の地震をきっかけに奥さんと子供を亡くした、そういう主人公の話ですので、まあ東北のじゃあそういう被災、いわゆる震災絡みのことなのかって思われがちなんですけども、まあ日本全国見渡した時に、東京も大阪も隣の人がどういう人が住んでるのかもわからないで、亡くなって1週間経ってもう気づいてもらえない、そういう孤独死問題なんかもありますので、日本中で今回ロシアでも上映していただけますけども、世界中どこでも起こりうる話なので、そういうメッセージが皆さんに届けばいいなと思っております。今回本当にロシアで上映させて、上映していただけることをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、でちょっと改めまして、向こう端から出演者からいきましょうかね。じゃプロデューサーであり、主役を務めました稲森誠でございます。はい、どうも稲森です。自己自分もあの声が大きいんで本当に、今回のお話というのが、実際にその社会問題になっていることを、すいません、できたらマイクをと言いますのは、この音源をですねラジオの方でも、あ、なるほど、はい、聞こえますでしょうか。その孤独死というこのテーマをこちらの方の、登米市の方でね、実際に取り組んでおられることを広めていきたいと。ただそれをどういうふうにしていくかってなった時に、一番映像というものがいろんな人に、たくさんの人に見ていただけるということで、ただ今度はその内容の方なんですけども、孤独の側の方から自分から立ち直っていくっていうようなことをですね、本当に確かに震災ということは絡めてはいてるんですけども、今家族とかそういう団体のようなものからどんどん個人になっていくことをちょっと考えてみようじゃないかということと、であとはその日本にある豊里のこういい風景といいますかね、そういうふうなものもぜひこう見ていただければと思いまして、今回参加をさせていただいておりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、そして、もう一人ですね、女優さん小林涼子さんでございます。皆さんはじめまして、小林涼子と申します。そうですね、私は個人的に東日本大震災の後、大船渡市、岩手県の大船渡市というところに実際に足を運んだり、あとは大船渡の方々が東京の板橋の方でサンマを焼いてお祭りをするような時にお手伝いをさせていただいていました。でそういうご縁もあり、こういう、何ですかね、震災のものという言い方はなんか違うのかなとは思うんですけど、その後こうどういうふうに生きていったらいいのか、その後どういうふうに私たちが向き合っていったらいいのかという作品に携われるというのはすごく素敵な機会だなと思い、私も参加させていただきました。そしてその作品が先日ドイツの方でも賞を取らせていただくことができ、そして今回こうやってロシアの方でも上映させていただけるという、実はドイツもロシアも私はまだ行ったことがないんですけれど、そのような行ったことのない土地ですらこう何か感じてもらえたり届けられるものがあるっていうのは映画のすごい魅力なんじゃないかなと改めて実感しています。このチャンスを通してですね、いろんな方々に日本のことだったり、あとは人と人の関わりについて何か感じてもらうことができたらいいなと思っています。このようなチャンスをいただきありがとうございます。そしてよろしくお願いします。そして、豊里町から駆けつけてくれました。どうご紹介しましょうか。出演もしていただき、スタッフとしても頑張っていただきまして佐々木しげるさんでございます。佐々木しげるです。今日はですね、宮城県登米市豊里町から、2人で、来ました。それで今日はロシアで、上映させてしていただくということなんで、その4月以降ですね、 PR の係を作りまして、ちょうど
私と今来てですね、遠藤がですね、PR ということで、そのために今日ポスターを持ってですね、来て皆さんに広くで、あとね、孤独死とかそういう心をつなぐっていうのは豊里だけの問題ではないんで、ぜひみんなに見ていただくという意味では、これからもですね、積極的に PR していきますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。もともとその映画を作るときは制作委員会がありまして、で完成して委員会自体はもう一旦解散したんですよね。でそれで終わることなく今後広めていきましょうということで、一人じゃないの会っていう会を豊里の方で作っていただいたんですよね。4月以降そういう会を作りました。なるほど、なるほど。で、遠藤志郎さんが会長、会長です。で、しげるさんが副会長、そうです。はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今回東京に、関西なもんでなかなか東京に出てくる機会がないんですけども、今回いいチャンスだなと思って、昨日渡辺復興大臣ご挨拶に伺いまして、一人じゃないのちょっとご説明をさせていただいたんですけど、やっぱり東北の町の復興というのはどんどん進んではいてるけど、心の復興がまだまだできていないと。でこういう作品を作っていただいて本当にありがとうございますという大臣からお言葉をいただきまして、まあ、できる限りこの作品をこれからも多くの人に見ていただけるように、我々も広報活動といいますか PR をどんどんしていきたいなと思ってます。で先ほども言いましたけど、やっぱ国内にとどまらず世界の方にも見ていただけるように、そのチャンスが今回ね、ロシアの上映ということで、すごく本当に嬉しく思っております。はい、ね、今後他どういうところで上映できるのか、今ちょっと台湾からも問い合わせをいただいてて、ね、もう日本も負けてられへんなと思って、日本での上映がまだまだ追いついていないので、来月はちょっと長崎の方とか、はい、お邪魔しますけども、地道ですがちょっとずつでもこう見ていただける方を増やしていきたいなと思っております。でもしよろしければ皆さんもちょっと PR お手伝いいただきまして、こんな映画があるらしいよと、お知り合いお友達にお声掛けをいただければ、この一人じゃないの会の方が DVD の貸し出しとかもしておりますので、ね、団体さんとかやったらいいんですよね、学校とか。そうですね、もしそういうお声掛けいただければ、私名刺今日も持ってきましたので、それを中にいろんな、情報が入ってますので、ぜひそれを参考に、ご連絡いただければと思います。すいません、今見てちょっと笑いかけたんです。ちゃんと居酒屋客とか書いてあるね。自転車屋店主とか。その方が皆さん興味を持ってもらえるかなと思いまして、はい、言うといてくださいよ、なんかもう吹き出しそうだよ。聞いてない。はい、じゃあ稲森さん、あとはマイクを渡しますので、20分でも30分でしゃべってください。ではすみません、準備ができるまで、少し私の方のお話でつないでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本当、もともと、この映画というのが、実際にこういうふうな、例えば震災であるとか、災害が起こった時に、必ずボランティアという活動が起こりまして、で、実際によく言う心のケアであるとか、そういうふうなことで、復興を目指していくわけなんですけども、どうしてもその期間によってそれがどんどん打ち切りになっていくっていうふうな状態の中で、実際は打ち切りになるけども、まだまだそのこう現場とすればもっとこうしたい、愛したいっていうふうなことで、いつもこのせめぎ合いがあります。でそのことを言葉で、なんていうのかな、伝えていくよりももっと身近に分かりやすく、そのどうにか方法がないかということで、映画、そして、この映像の作品っていうのが考えられるようになって、で、実際にその本当に東北でこう震災が起こったことに対して、これもそれから4年後5年後経って、そのこの町の方でですね、やってる取り組みをなんとかこう伝えていきたいっていうふうなことになって、でただそれをこう伝えるだけだとこう本当に難しいので、
逆に映像作品としていろんな人が分かりやすく伝えることができないかっていうので生まれたのがこの一人じゃないのっていう作品になっております。なので、まあ、本当タイトルを見ていただいたら分かると思うように一人じゃないの間のところがうまい具合にその心っていう風な感じで、表せるようなデザインになっております。で、まあ、この本当心っていうところから人との人を触れ合いっていうんですかね、その辺のことを、まあ、まあ考えていくためには一番まずはその自然というのかな、その風景だとか背景だとかいろんなものを含めましてその日本のいい自然の中で、自分の方から前向きに進んでいこうっていう風な、作品に仕上がってますんで、ぜひですね、今度近々7月のいつでしたっけ27日ですか、7月の27日これは東京大丈夫ですか、東京の方でですね、上映会が行われます。ですからもしもそのご興味がありましたらですね、こちらの方に足を運んでいただきたいと思います。この場所日時は細かいことはですね、こちらにいる金谷監督プロデューサーが、もう一度改めて、マイクを持つと思いますんで、もうそろそろ準備このマイクなんかキャッチボールの試合なんぼでも喋るけど7月27日はですね、人形町の三日月座という、柏原さん、危ないデカとかの脚本シナリオを書かれている大ベテランの柏原さんという方が、オーナーでやられている、劇場がありまして、ご好意で そちらで上映をさせていただけることになりました。はい、ちょっとなんか人数はそんなにたくさんは入れないんですけど1日2回上映させていただけるのでご興味ある方はぜひお越しくださいませ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。もう準備の方は整いましたですか。はい、あ、素晴らしい。それではマイクをお渡しいたします。申し訳ございませんでした。すいません、ありがとうございます。大変お見苦しいところをお見せして失礼いたしました。一人じゃないチームの皆さんありがとうございます。では、一人じゃないの、予告編をちょっと最初から、はい、じゃあ予告編を、ご覧いただきます。寂しかったらね、もう少し早く抜けるけどね。あいつら何？伊藤さん夢に出てきたのか。大丈夫か。豊沢さんに手をこそってくる。ありがとうございます。こんなにたくさんの人見たことない。そろそろ石巻に戻ってきたらどうだ。今回2年間仲間と一緒にロシア映画祭やってロシアに作品を持っていくっていう時にどういったものを持っていきたいかなというと、やっぱり日本の各地に元気を届けられる作品がいいなと、そしてなおかつ日本の今がきちんと切り取られていてそこに人々の思いがある作品があって、できたら東京だけが中心じゃなくていろんな日本中が元気になるような
被災地も含めてということを考えていたら、ちょうどこういった一人じゃないという素晴らしい作品ご応募いただきまして、上映できる運びになりまして、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。また先ほど、登場前にお見せできなかった、金田玲奈監督の舞台の、映像も、長沼様さっきですね、さっきのこっちの方から、増山さん大丈夫ですよ、全部お時間があれなんで、じゃあ流しながら、あ、そう、ビデオこれです、大丈夫です、結構でございますので進行してくださって構いませんので。これを全画面にチャンネル変えちゃったから、今デジタルになっちゃったの、デジタルになっちゃったの、テレ朝さんに大丈夫ですので進行されてください。じゃあこれですね、これどうだ、来た、牛田さんに出てみたらいいです。そうですね、タイヤさんもなんとか、もし皆さんからサポートをいただけたりしたら、現地に来てパフォーミングアートも披露していただけたらいいなと思っています。あと結城田さんの映像もどういったものか、記者の皆さん、そして今日お客様で来ていただいた皆さんに見ていただこうと思います。で、こちらありがとうございます。で、伏田さんにちょっと前に出ていただいて、でそこで皆さんにツアーのご案内についてもお話ししたいと思います。このロシア映画祭 in 東京2017-2018 はユーラシア映画祭の企画にサポートに入りまして、ロシア映画祭実行委員会という形で進めておりました。こちらの映画祭実行委員会の代表として、サポートといいますか、まとめてくださった、JIC 国際親善旅行センターと、伏田代表です。旅行会社をロシアを中心とした旅行会社を経営されておりまして、今回日本からアムールに向けて行くツアーを企画を立てていただいております。皆さんにチラシの方もお座りしてください。では下田さん、この私たちがこれから行くアムール州はどんなところなのかなとか、ツアーにブラボベシチェンスク市ちょっとお話しいただけますでしょうか。JIC 旅行センターの伏田と申します。旅行会社やる前から先ほど増山さんはちょっと違う名前をおっしゃいましたが、 JIC 国際親善交流センターという交流団体でロシア・ソ連関係の交流をやっておりまして、その中から旅行業も始めたという経緯です。で、ロシア映画祭、去年おととしと2年連続で、ロシア側からいろいろ依頼を受けて、私が連絡役になって増山さんと協力してさせていただいたと、そういう経過がありまして、今度のアムールの秋の映画祭についても、ブラゴベチェンスクに行くのにどうしたらいいのかというところから始めて、旅行の相談に預かったというところで、ちょっと今日説明に来させていただきました。まずブラゴベチェンスクというのは、ロシア極東の中ではアムール州、アムール州といっても分かりにくいと思いますけれども、日本で比較的知られているのは一番日本に近い沿海州、ここの州都がウラジオストークです。それからその北にあるのがハバロスク州、その西側にアムール州という州があります。この州の、中心都市がブラゴベシチェンスクという町なんですが、人口20万人ぐらいの非常に小さな地方都市です。向かい中国でいうと黒竜江、ロシア語でいうとアムール川、この大きな川が国境になってまして、その国境沿いにある川岸にある、町で、川を挟んだ向かい側は中国黒竜江省の、平湖、黒い川と書きます、という町です。黒竜江の、
ハルビンからだったら列車で一晩かかるという、中国側から入ってもちょっと遠いし、ロシア側から入ってもちょっとやや不便ですが、まあ、そこであのアムールの秋映画祭というのはずっと行われておりまして、まあ、そこに増山さんが出られるということで、旅行のプログラムを、今お手元に配りしているようなスケジュール表で作りました。あの非常にその日本から、ウラジオストク、ハバロスクという極東の町には結構飛行機が飛んでますが、そこからプラゴベシチェンスクに行くのにやや不便でして、ウラジオストクからだったら飛行機が週2便、それからハバロスクからは飛行機が今飛んでなくて、列車で一晩、これは毎日出てます。だからそれを組み合わせるしかないというところで、まあ、アムールの秋が始まって、ジャパンデイズが、このスケジュールで、9月の、14、15、16あたりにあるのであればという前提でこの日程作ってありますので、それがずれるとまた、一からやり直しになってしまうんですけれども、まあ、頑張ってこういうスケジュールがやっと組めるかなというところで、まあ、現地で正味3日間、14、15、16と。で、あの、金井さんから、メールで、大阪から行くのはできないのかとか、1日早く帰るのはどうしたらいいかとかいうあの連絡もいただきまして、あの、メールでは、ごめんなさい、ちょっと無理ですという返事をしたんですが、実はその後、調べ直しまして、夢のようなお話が。関空ソウルウラジオストクというのはほぼ毎日飛んでるんですね。これ芦屋田航空 で、それからブラゴベシェンスからハバロスクへ来て、ハバロスクからソウルも週3便飛んでるんです。ただなんか芦屋田航空が今ちょっと危ないって聞いたら、危ないというか危険じゃなくて大丈夫なんですか、会社経営は。いや、それは何とも言わないんですけども、あの、まあ、倒産しない限り、飛び続けるはずですので、そうすると何とか1日早く、できなくはない。ただあの要するにですね、乗り継ぎ便というのはソウルでね、必ずあの一泊させようという仕掛けのあるスケジュールを組んであるんですよ。あの行きか帰り必ず乗り遅れるようなスケジュールになっていると。でそれを乗り遅れないようにやろうと思うと、ちょっと飛行機代が上がってしまったりというところで、あのやや技術的に難しい問題あるんですが、なんとかなるかもしれないということをちょっと今日報告しに来ないといけないなと思って調べてきました。須田さん、ありがとうございます。はい、実はこちらの退出時間との相談もありますので、ちょっと、はい、一応あのその辺であの、はい、もうあの一言だけで、まあ、そういうことで、あの、まあ、これロシアにブラゴベシチェンスクにアムールの秋に行かれるとしたら、まあ、ほぼこう3、4、5日はかかると。乗り継ぎに結構不便なので、だからまあこの、お出ししたこのチラシのスケジュールを大体、見込んで考えていただければ、ありがたいなというところで、あのそこから先はまた具体的に、もう少し変更があるかもしれませんので、またご相談させていただくということで、一応私の報告は以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのまずアムールの秋の日本シネマデイズの日程のことを補足します。初日の14日がアムールの秋の開幕式とレッドカーペットがあります。なのでここは必ず日本勢出てくださいと言われてまして、で日本としてはあの20日に日本ロシア戦が府中でありまして、でもう一つあさってのやりますクレーン祭りのチームが府中から来てくださるんで、そこには絶対間に合わなきゃいけないっていうことはもう言ってるんですね。なので初日挟んで3日間でやってほしいということで調整を今していただいているところです。何日目にどの作品が上映されるのかっていうのは現在調整中になっています。で、こちら19万円ということでツアー代金出していただいてるんですけど、映画の他に日本からのワークショップコーナー1時間半ステージをいただいています。これをどうやって盛り上げるかを今考えてるんですけれども、そこにできたら金田玲奈監督のパフォーマンスもやってほしいと思っているんですが、会場のお客様とロシアの人と一緒に盆踊りとかも踊ろうと思っています。ですので、今日ご縁あって来ていただいた皆さんもちょっとスケジュールをちょっと作っていただいて、一緒にアムールに行ってロシアの方と日本の方でみんなで最後一体になって踊るみたいなシーンも含めて参加する映画祭ということで参加していただけたらなって
思っております。また、詳細常時ホームページ等で発表してまいります。あと先ほど大変失礼いたしました、あの東京都の無形文化財になっております雪田さんの映像、ご覧いただきます。すいませんでした。時間でしょうから適当に切ってください。はい、あのこういった形で、今回はあのニコファーレのさんで、上演した演目の、中の一部を、ロシアの皆さんに見ていただきます。日本のマリオネットは首の動きですとか糸の本数、世界の中でもあの最も繊細で細かい動作となっていますので、ロシアの方大変喜んでいただけることだと思っております。というわけで、あとなんか質問は無理だ。あ、じゃあちょっとまず退出をさせていただきます。なので皆さん、この前に一回写真を撮りましょう。みんな集合しましょう。お願いします。じゃあ出演者の皆さんで、皆さん、登壇者の皆さん出てきていただいて、加藤さんも、はい、テレビ消しちゃっていいですか。そうですね。で、長沼さんも、で、ちなみにハーバービジネスオンラインで先ほど私が執筆したニュースが、公開されていますので、ぜひ皆さんハーバービジネスオンラインでロシアと言っていただくと出てくると思います。ちょっと皆さん前に急ぎましょう。急ぎましょう。カジさん、カジさんもください。どうぞ皆さん入ってください。全員入ります。これを回転しても
完璧ですよね。あ、これもらっちゃう。出ないよ。そんなこと言っても、そんな自分出て、これ止めていいですかね。